間テレビアニメでやったクリスマスパーティー楽しかったな。今実際には夏だろうが、季節感わかんなくなる。そのあたりしっかり合わせて放送しやがれ。いや、それは制作とか放送時期の都合上しょうがないんじゃないかな。そういえばかっちゃん、プレゼント交換でメガネが当たってたけど、あれ飯田くんのメガネだよね。だろうな。実際のところはわかんねえが、あのメガネ野郎以外にメガネのやついねえしって。それなのにメガネ出すって何考えてやがんだ。じゃあレンズ取って伊達メガネで使うとか。クレームが上の部分しかねえメガネだから、レンズ取ったらメガネであってメガネじゃなくなるんだよ。さすがちゃんと分析してる。うるせえ、あいつに返してきやがれ。メガネがね、本体っていう説あるじゃん、メガネキャラって。そういう、ありますよね。ねえ。もう、かっちゃんにはそう見えていたんでしょうね。ってことなんだろうね。丸顔とメガネってね、そういうことなんだろうね。一部分しか見てないのに。ねえ。だから、お茶子のことも多分ね、髪型とかね、わかんないんだと思う。あの全体を含めてもう丸く見えてんじゃない。丸く見えてる。それはそれで可愛いね。なんかね。可愛いキャラクター。